さん、こんにちは。朝鮮統治時代に全て日本に奪われたという話をよく耳にします。そんなことを言われたら善良な日本人は信じてしまいます。そりゃひどいことをしたのだろうと。ですので今日はその全て奪われたという案件を取り上げていきたいと思います。最後までご覧いただけたら嬉しいです。奪うどころか大赤字だった。日本の朝鮮統治は最初から最後まで赤字経営で行われます。併合直後の1911年の朝鮮の年間総予算は3565万円で、朝鮮内からの税収はわずか1330万円です。たったの3分の1です。足らない分は全て日本から補充しました。朝鮮統治の財政赤字は総額17億6657万円で、赤字分は全部日本本土からのお金で賄われています。貿易収支は総額6億4700万円の赤字で、1900年頃からの日本から朝鮮に投入された資本は80億ドルを上回ると言われています。日本からのお金で朝鮮北部には大規模な工業地帯が築かれ、南部では資本主義的な商業が大きく発展し、米などの生産物は飛躍的な増産に成功します。開拓、干拓、灌漑などの大規模な土地改良、鉄道、道路、架橋、航路、港湾等の交通設備や電信、電話等の通信設備の敷設、近代工場や大規模水力発電所の建設などが全土にわたって展開し、植林も総計10億本に上るものでした。日本から朝鮮へお金が渡ったために日本の東北の開発が遅れたというのはよく言われる話です。その他にも朝鮮が欧米列強に売り渡した電灯、水道の経営権など様々な権利を日本は買い戻すのにお金を使っています。お米についても朝鮮人は日本の統治時代に奪われて飢餓に陥ったとよく言われます。しかし調べてみると、日本のインフラ建設と農業改革によって米の増産が十数倍に膨れ上がり、日本はそのお米を市場価格より高い値段で買っていました。そのため朝鮮には日本への米輸出で財を成した大金持ちが続々と現れていました。そして朝鮮自身は比較的安く米を売っていた台湾から輸入しているという状態でした。その他にも日本から朝鮮へ米を出していたことも記録に残っています。奪ったなんてとんでもない話で、日韓併合36年間において常に与え続けていたのが真実なのであります。記事は以上です。奪ったと言われてきましたが、日本は与え続けたのですね。日本の東北地方の開発を後回しにしてまで、また朝鮮が売り飛ばしてしまった電灯、水道の運営権なども買い戻して、尻拭いまでしてたのですね。お米も高い値段で買ってあげて、横流しで大儲けした人も多かったようです。横流しはこの頃からあったのですね。というわけで、奪われ続けたも歯2本というお話。奪われたというと聞こえが良くないので、与え続けたということですね。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。